私がアイドルになろうと思ったのは踊ることが好きだからです。こんな小さいこと考えたような理由で入った世界ですが、今では真剣に楽しく目標を持って活動しています。ずっと鏡の前で振り付けをコピーして満足していました。どこに披露するわけでもなく、誰の目に映るわけでもない。ただ自分が踊りたいから踊るということを楽しんできました。その時、友人の誘いでたった1日だけステージに立つ機会がありました。その時に受けた衝撃や声援は私を輝くアイドルにしてくれました。その日は緊張のあまり声も小さく震えていて、表情も暗くなってしまい、自分が練習してきたものが何一つ出せませんでした。それが悔しい。私はもっと踊れるのに、見てもらえなかったと落ち込んで家に帰りました。もう一回誰かに見てもらいたいと思ったのがきっかけで、その時私の目に入ってきたゼロプロジェクトのオーディションに参加しました。私はアイドルとしてテレビ番組に出演するのが夢です。それは私が憧れて見てきた世界で活動したいというのが一番の理由です。その場所に自分も行きたい、立ちたいと思いました。音楽番組はどの時代も廃れることはなく、時代が流れてもその場所を目指すことにはとても価値があると思っています。そして私は正直、アイドルという道を家族に応援されてはいません。不規則な時間での生活、慣れない生活から来る体調不良、アルバイトに入れず滞ってしまった仕送り、今は全て家族を不安にさせる要素しかありません。ですが、私が小さい頃から家族と一緒に見てきたテレビ番組に出ることができたら、私が今何をしているのか、元気で楽しくアイドルをしている姿を一番分かりやすい形で伝えられると思いました。今まで将来の夢ややりたいことがなかった私が、唯一自分の意思で無理やり進み始めた人生の決断、今はこれを信じて生きていきたいです。私はアイドルを通じて君の生活の一部になりたいです。君にとって私がいるのが当たり前で、私がいるから不安がなくて、私がいるから頑張れる、私が頑張るから自分も頑張ろう。今はそれだけで十分です。そんな存在にはまだ慣れていないかもしれないけど、まだまだ未熟でも、もっと私を知ってもらって、ずっと隣を歩いてもらえたら嬉しいです。